こんにちは。映画大好き VTuber のリスビーです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今回も心に残る映画を紹介していきます。はい。今回紹介する映画は、この世界のさらにいくつもの片隅にです。2019年の映画ですね。監督は片渕素直。主演はノンとなっています。こちらはですね、ロングランヒットを記録して高い評価を得ましたアニメーション映画、この世界の片隅に、新たなシーンを追加しまして、テーマを新たにしましたロングバージョンとなっています。で、映画の方は、戦時中の広島が舞台ですね。で、絵を描くのが好きな鈴さんが主人公です。昭和19年、広島の軍事基地だった呉に嫁いだ鈴さんなんですけれども、夫の周作とですね、その家族に囲まれて、新たな生活を始めます。なんですけれども、戦況の悪化に伴ってですね、生活の方もどんどん厳しくなっていきまして、そんな中でもね、すずさんは、明るさを忘れずに、工夫を重ねて、日々の暮らしを紡いでいきます。そんなある日ですね、すずさんは迷子になってしまって、迷い込んだ遊郭ですね。遊郭で、リンさんという女性と出会いまして、すずさんはそのリンさんと境遇は異なるんですけれども、暮れでね、初めて出会った同世代の女性であるリンさんと心を通わせていくっていうね、そういうお話になってますね。で、今回のこのロングバージョンの方ではですね、このリンさんとの友情、恋愛が大きなテーマとなっていまして、すずさんにとって初めての同年代の友達ということでね、クローズアップされています。で、このリンさん以外にも、今作では、すずさん以外の人たちにもかなりね、焦点を当てた内容になっています。これによってね、より作品の深みっていうかな、広さが増したような気がします。リンさんのシーンを代表にですね、あとは昭和20年、戦争が終わってからすぐにですね、広島一帯を枕崎台風っていうすごく大きな台風が襲いまして、そのシーンが追加されていますね。で、今ちょうどね、台風ではないんですけれども、すごい豪雨災害が襲っていますよね。そういうのも含めてね、時間軸を超えて、この映画の中の世界っていうのが、昔話ではなくて、今も続く物語として、訴えかけてくるようになったんじゃないかな、っていうふうに思っています。でね、やっぱり、より、前作から3年経ちまして、リサーチを重ねた、よりリアルな当時の街の様子ですとか、人々の描写っていうのも健在でして、見るたびにね、新たな発見があるっていう、そういう映画になってますね。このロングバージョンの方はですね、2時間48分あるんですけれども、見ていてまるでね、長さを感じさせなかったですよね。本当に食い入るように見てしまう映画ですね。それもね、長さを感じさせないっていうのも、主演ののんちゃんのね、すずさんの声の演技によるところも大きいのかなっていうふうに思いますよね。なんとも言えないね、一見ぼーっとしてるんだけれども、心の奥ではね、すごく深いことを考えているっていうね、そういうキャラクターを見事に演じているし、聞いていてね、すごくね、心が和むんですよね。というわけでね、本当に何回見ても心に響く、本当に自分で発見していく映画だと思いますので、ぜひね、皆さんも
今配信中ですので、この世界のさらにいくつもの片隅にをご覧になっていただければなというふうに思います。はい。というわけで、今回はこの世界のさらにいくつもの片隅にを紹介しました。こちらでは定期的に映画の紹介動画をアップしていますので、ご意見やご感想、チャンネル登録、Twitter のフォローなんかしていただけるととても嬉しいです。Twitter の方は、この動画の説明文やチャンネルの概要欄にリンクが貼ってありますので、こちらもチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。